い、というわけで、この3人が74になったのかな。うん、アイギスにゴッドハンドを覚えさせたいね。うん、3はね、4と違ってね、勝手に覚えてくれっかんね。うん、あのブフーラ覚えたらブフ消すみたいな、そんな感じで。23日か、来たなぁ、だいぶ。うん、来ましたなぁ。つうかもう終わりやんな。うん、ふぅ、後期魔術師久しぶりにヒロになったな。ミツル様、じゃあ保健室に、あ、職員室じゃない、渡辺がいない。うっす、お久しぶりです。結構ね、久々にね、レベル上げしたからね、マジで久しぶりに。お、久しぶりすぎるわ、本当に。みつる様、どうす、超かわいい。あ、そっか、スカリーか。うん、超かわいい。恋人関係になっている。おお、さすが。おお、定年で。うん、おお、やべえ、若津とかあれか、葉隠れとかか。マジエレガントなんだが、ついにここまで。おお、門限ギリギリ、ラブラブやないですか。帰ってきたか。今日明日で、うん、うっす。もう戻って来られない。なるほど、セーブしとくか一応。コロマルの散歩に行こう。ワンワン行こう。うん、うわ、かわいい。あいやいや、こちらこそ。
寝る寝るのだ。あ、みつる様とデートじゃね。うっす、神ラストデートである。うん、 BGM が、うん、はい、うん、うん、これらしいですね。うん、おお、なるほど。うむ。日曜日、あ、アクセサリー別にいっか。うん、あ、おかえり。うっす。今日もお散歩だよ。うん、うん、お、久しぶり。うん、だろう。マジか。なるほどな。何働きたくないでござると。マジか。うん、ケニイチ、ケニイチ、ケンイチ。いい先生じゃねえか。始めましょうか。進路相談って言っても長話する気はないの。結局はあなた自身が決めることだしね。じゃあ一応型通りの質問ね。進学と就職、
あなたどちらにするつもり？そう、ちゃんと考えて決めたんなら先生はもう口出ししないわ。大事なのは自分の頭で考えて決めたかってこと。自分の責任で決めなかったことはいつか誰かのせいにしたくなる。その時一番辛いのは自分自身だからね。でも実を言うと私、あなたのことはあんまり心配してないの。あなたこの一年で顔つきも言動も見違えるほどしっかりしてきたわ。自分で気がついてる？あなたを一番変えたものって何だったのかしら。さあ、まあともあれあなたなら先生がいろいろ言わなくても大丈夫そうね。よろしい、話はそれだけよ。3年に上がっても頑張りなさいね。じゃあ次の人は、ああアイニスさんね。悪いけど声かけてきてちょうだい。お願いね。うん、一人で勝手に。悩みってわけじゃないんですけど、少し考えたくて。年が明けて気持ちが落ち着いてきて、私一つ気づいたことがあるんです。陽次君と戦ったあの日、私意識が遠くなっていくのをすごく怖いって感じたんです。うん、それだけじゃない。相手を倒せないって分かった時も、自分の無力が悔しくて混乱して。10年前に同じことがあった時はそんなの全然感じなかったのに、私本当変わりましたよね。何が変わったのかずっと考えてるんです。前の私は分からないことは誰かに聞けばいいだけでした。でも生きるって決めた途端、それじゃ答えの出ないことばっかり。でも一つだけ分かってることがあります。私があなたのそばにいたかったのはデスから目を離さないためだったけど、私デスがいなくなった今も、私あなたのそばにいたい。でどうすることかまだよくわからないけど、私見つけたいんです。あなたと一緒なら見つかりそうな気がする。だからお願い、一緒に連れて行ってください。力不足かもしれないけど、私精一杯戦いますから。だから一緒に。なんだこの神イベントは。アイギスなんだよな。うっす、今日はアイギスがおらんもんで、さてどうしたもんか。放課後やることがないぜ。じゃあドーピングしにくかったなとす。タナトスだよな。あ、カップ取っとけばよかった。マジタナトス作る予定じゃなかったんだよな、あの時。うん、まああれだわ。うん、それを考えるとあれだよな、ゴールデンはなんかマジでやりたい放題だったよな。こんぐらいでもあれだよね、いいよね。自由度高すぎるとね、まあ悪いっつってるわけじゃないんですけどね、どっちもいいんですけどね。うん、
どっちも良さがある、うん、スカディ最後なんか覚えるんだよな。何覚えるんだったっけ。これ超強いんだよな確か。だってそもそも作るのがだってあれだもんね、レベル80からだもんな。弱いわけがねえんだよな。あ、おかえりなさい。ういっす。うん、わかりました。1週間切っちゃいましたね。わかりました。うん、似たようなもんだと思うけど、うん、うん、天田くんそういえば PV 見たよ、コロマルと天田くんの。うん、ちょっと震えたのが一番最後に少しでもあの人に近づけてるのかなって言ってるのが震えたよね。うん、新垣さんのことなんだろうな。わかる気がするわ。やべ、腹減ってくんじゃねえか。うん、うん、ありがてえ。よし、あー、あれにすればよかったかな。疲労になりにく、お稲荷様のとこ行って疲労になりにくくすればレベル上げやすかったか。まあいいか、まだ何日かあるし。とりあえず目標は全員が最後まで技を覚えるとこまで。こっち開いてねえんだ。ウィス、うん、あー、おお、超気になる。テレってあれ、これどうだっけ。アスカロンいっぱいあるよ。セルティクス、いつな、これかっこいいよね、首なぎの斧。超かっこいい、名前がかっこよすぎるんだけど。ミコトちゃんを売る時が来たか。まあこんなもんすかね。よし、かなり回復した。
お卵とかねどうしよっかと思ったんですけど、やっぱ一応売らないでおきます。何あっかわかんねえし。チャキン。よし、じゃあとっとと早とこあげちゃうか。うん、せやな。よし、行きます。93ぐらいですかね。ゆかりちゃんが次で覚えるのかな。そろそろ、うん、メディアラハンかな。で、順平が95で、じゃあ覚えてった順にあれだな、あの低い順から変えてくっつう感じでやってこうかなと。うん、空間殺法で真田さんとみつるさんは確かハイブースターかな。うん、アイギスのゴッドハンドは魅力的だな。で、コロマレもね、火炎ハイブースター覚えるんで。76かな。うん。77か。うん、あ、トモス。どうしたんすか。余裕です。なんか、お困りで。む修羅場。あー、くそ、心配だ。確かに別にじゃねえよ。せやな。やべ、アイギスのコメがすごい気になってきた。くそ、2周目は必ず。はい、すまぬ。みつる様コミュね、ギリギリなんだ、マジで。うん、俺の、この、順調に行けば、30日でみつる様コミュ10なんだよね。30日とか、お前、それ、みたいな。うん、じゃあ、順調に行かないとまずいんだが、うん。どうす、うっす、うむ。うん、この間いい感じだったか。せやな。
いえいえ。うん。おお、ついにここまで来たか。ん？おお、いやーもうこの顔反則だよ、マジで可愛すぎる。超可愛い。ぐぬぬ。誰だ。こいつ。こいつ最悪だな。あーあ、そういうこと言っちゃう。こいつよ、典型的な。これ。よし。コミクズか。
よしよしよし。誇りまではな、やっぱ捨てきれねえよな。すごいことになってしまったぞ。大丈夫だよ、みつる様は大丈夫だよ。あ、おかえり。うっす。行く行く。せやな。くそー、みつる様もあれだけど、うん、みーちゃん、みーちゃんも気になる。あ、物売り、あ、どうしよっかな。いや、最後まとめて売っちゃおう。よし、じゃあ行こう。あれ、風花ちゃんがいない。いた、普通にいた。なぜ見えなかったし。よし、もうちょいなんだけどね。じゃあ一旦切ります。